阪神岡田監督、憤慨、直接謝罪せよ。3日のヤクルト戦で絶好調の1番近本が右脇腹付近に死球を食らい途中交代。7月の巨人戦で近い箇所に死球を受け骨折し離脱した経緯があるだけに誰もが真っ青になったが、一夜明けた4日、東京都内の病院を受診した結果、打撲と判明した。岡田監督は、打撲でよかったけど、名古屋はあかんやろな。まだ先は長いし、無理しても仕方ないからと5、6日の中日戦は休養させる方針。一方で我慢ならなかったのが高津監督率いるヤクルト側の態度だ。前回のカードでも梅野が左腕に死球を食らって骨折したが、今回も岡田監督は、謝罪はないよと不満を漏らし、次第にヒートアップ。高津のコメント読んだら、シュートピッチャーやからって。え？シュートピッチャーやったら当ててええんかと憤慨。指揮官の怒りの火に油を注いだ形となった。だからピッチャー監督の発想なんよ。自分らは当てられへんから。ピッチャー監督やから、そういうのがわからへんのや。自分らは投げる方、当てる方やもんな。野手はそういう痛みがわかるからな、その辺の感覚の違いなんやろと、こき下ろした。この始球式直後に、ヤクルトベンチの投手コーチの伊藤が、にやりと微笑んでるんだよね。普通の野球人なら、7点差もついた試合で、仮にノーコン投手であったなら、なおさらぶつけた瞬間、あ、なんてことやっちゃんだよ、って表情になるはず。怪我させてごめんなさいと、なぜ素直に言えないのか不思議で、仕方ないです。試合中は勝負の世界だから相手を怪我させてしまっても、平静を装っていてもいいのだけど、試合が終わったら、負傷させてしまった選手の様子を気にかけるのが普通の感覚ではなかろうか。ヤクルトの監督は相手選手へのリスペクトが足りぬようだ。寂しい監督だね。高津監督は相手チームの選手をものとでも思ってるんじゃないかな。よそのチームの選手ならぶつけても痛みも感じない。当てることは良くないけど避けるのも下手なんじゃね。しっかり当ててしまった時は謝罪するでいいと思う。その通り、岡田監督のおっしゃる通りです。